綺麗、見て、歩いた甲斐あったわ、綺麗。この辺めっちゃ涼しいし、ここでジュース飲んだら美味しそうじゃない。このなんか新しすぎる500円玉が使えへんって。小銭これしかなくて、まあお札使えばいいかと思ったら万件しかあらへんって。積んだ。ここでジュースが絶対美味しいのに。ありました。ありがとうございます。はいはい、まあ、迷うのも面白いやろ言われた。はい。この道をずっと行って、はい、そこのあの家並みだけ四五軒、それからもずっと東大まで一本道、ずっと。20分ぐらいですか。そんなかかんないですか。それぐらいで、あんたや若いけん、それぐらいで行けるよ。ありがとうございます。島の人からしたら新しい人来るのはええこと？そうや、賑やかでんや。でもう取れる日や、漁師儲からへん。取れる日や取れん日や、もうゼロが続く日や。ほんで天気が悪い日が多かったらな、何日も収入ゼロやし。何が陽気取れるん？もう今コロナで 2,3 年前からタコもおらんし、なんか変なんや、海も。あ、そうなん、うん、変なんで。ゼロやタコやって、ほんま。じいちゃん。あ、東大一挙連れて行ってやって。歩く歩く。行ってか、歩いて帰ったんやの。東大行くんやろ。乗せてやらん。いい、歩きます。教えてくれたんですよ。僕何も知らんから。東大行けってな。歩きます。歩きたいです。20分。はい。
確かこっち回るよね男子は。いいですね、広い。多分本場の人からしたらそこまで本格的じゃないかもしれんけど、ゲルチックですね。早く本場で見てみたいですね、ゲル。かっこいい。疲れた。今日はむっちゃ歩いたし、太陽もいっぱい浴びたし、眠たい。疲れました。